っていうのは一人じゃ生きていけない。どっかの武田鉄矢も言ってました、自分一人だけじゃ生きていけない。あなたがいてくれた、あなたがいてくれた隣の人はすごくハッピー。そんなことを一つにするのが合唱。あ、いいな、あ、いいこれね。ぜひ今日ね、のど自慢大会で優勝した人とかいっぱい来てるみたいなんで、自分の喉をぜひ披露していただきたい。こっちからこっちの人、メインの